久保さん感じるっていいですよね今回ねボブボブマーリーさんのね言葉をちょっと使おうかなと思うんですけどこれいい言葉ですよ雨を感じることのできる人もいればただ濡れるだけの人もいるこれは痺れますね <laughs> 雨を感じることのできる人もいればただ濡れるだけの人もいるこれボブマーリーさんってどういう人だこれレゲエやってる人はこれ すげえな、この言葉。ボブマーリー。ボブマーリー。ボブマーリー,、まあミュー。ミュージシャンですね。ジャマイカのシンガーソングライター、ミュージシャン、ボブマーリーいやこれ。やっぱアーティストチックですねか。すごいな、この歓声が。うん、素晴らしい。 もう本当にその通りだと思いますけどその通りなんだけどもそれをこう表現できるっていうのがすごいなっていうのがありますねだからこれは日本で言うならば松下幸之助の「雨が降ったら傘をさす」っていうね当たり前やないかみたいなね <laughs> でもその「雨が降ったら傘をさす」っていうそこを松下さんは考えたんじゃなくて多分感じたんでしょうねあこれっていうのこ,のこの自然原理現象はみたいな 考えたというか感じたんでしょうね。だって考えたら雨が降ってんだから傘さして当たり前でしょみたいな。まあ、考えたんじゃなくて多分感じたんでしょうね。<laughs> いや、雨が降ってるんだからそれ濡れないように傘さした。それだけじゃねえかみたいなね <laughs>。でも松下さんは何かを感じたんでしょうね。この現象とはあ、これっていうのはみたいなね。成功するための 必須条件だよなみたいなこういうことなんだみたいなね <laughs>、うん、これはいい言葉ですね、うん、はいいってらっしゃい